イドル。それは私たちの永遠の憧れ。夜空に輝く星のように、大地に咲く花のように、みんなの心を熱く震わせて、悲しさを優しく包み込んで、いつも笑顔にしてくれる、そんな素敵な人になりたくて、私は初星学園の門をくぐりました。すいません、入学式ってもう始まっちゃってますか？うひゃー、入学式当日から大遅刻、失敗した。どうやって合流しよう。それですナイスアイデア。ああ、申し遅れました。私アイドル科の新入生で花見梅って言います。はじめまして。それはきっと入学試験の成績がギリギリで補欠合格だったからですね。ちょっと待った。確かに私、歌もダンスも筆記もスピーチもちょっぴりダメだったかもしれません。いや、かなりダメダメだったかもしれません。でも試験では測れないすっごい実力の持ち主かもしれない。時からずっとそばにいて、いろんな競技で何度も何度も競い合って、一度だって勝てたことがなくて、本当にすごい人で尊敬してて、だけど、だから今度こそは絶対に勝ちたいんです。はい、だから私はここにいます。私は初心者で、アイドルのことをよく分かってなくて、自信があるのは運動くらいで、才能だってそんなにないのかもしれません。でも勝ちたい気持ちだけは負けません。きっと誰にもです。必ず勝ちます。そして学園で一番のアイドルになります。自分で言うのもなんですけど、いい物件ですよ。いかがでしょうか。はい、はい、これからよろしくお願いします。プロデューサーさん、私のことは梅